是杨元林。你跟我一样也喜欢日本电影的淳朴与感动吗？电影100集这回要带给大家一系列由日本电影巨匠所指导的经典作品。高志に何か変わったことでも。はい。自分は整備の方でしたから帰ってきたのでありますが、高志君は終戦の前夜あいつともに草むらで突っ込んだんであります。そして頭を床に吸い付けて私に謝るのよ。何を謝るんです。何でもいいからそうするのよね。每周六日晚间8点，敬请锁定台湾艺术台电影100集。